FJ エンジンは、日産自動車が開発し、子会社の日産後期本社工場で1981年から1986年に製造した DOHC16 バルブ直列4、気筒ガソリンエンジンの名称。1981年10月に追加発売された R30 型スカイライン2000、RS 用エンジンとして登場。翌1982年には、 S110 型シルビア 2000RS& ガゼール 2000RS にも搭載された。1983年には WRC3000 のベース車 240RS に搭載する FJ24 を限定数量を生産。1986年の S12 型シルビアのマイナーチェンジとガゼールのモデル終了とともに生産を終了した。 1980年代初頭2リッタークラスの主力エンジンであった L20 型サイチェシー6気筒エンジンが球体化しつつあり、次世代の RB 型6気筒エンジンまでのつなぎが求められていた。また、競合他社から1気筒あたり4バルブの DOHC 高速、高出力型エンジンが登場が予想されていたために対抗できるエンジンの開発も要求されていた。 さらにセドリックタクシー用 H20 型4気筒オフエンジンを廃止とし Z 型サイチェシーエンジンに置き換える計画もあったことから H20 型を製造する日産後期の生産設備も活用したスポーツ車用エンジンとして約5年間製造されたのが本エンジンである。本エンジン搭載車は RS というグレード名称とされた直列4気筒 内径 89.0mm、工程 80.0mm、排気量 1990cc、中鉄製シリンダーブロック5クライクベアリングシリンダー、中心間距離100.0から106.0から 100.0mm は、ベースとなった H20 型と同じ。カムシャフト駆動ワニステージローラーチェーンを採用し、シリンダーブロック内の旧カムシャフト1にジャックシャフトを持つ。 シリンダーヘッドはアルミ合金製物で IN-2EX-2 の4バルブ中心にペントルーフ型燃焼室を持つ。バルブ開閉はバケット式自家道タイプで吸気ポートは S20 型エンジンに類似した形状となった。バルブハサミ角が大きく、それに伴いヘッドの幅が広い。制御系は日産製マネジメントシステムの第2世代にあたる ECCS を採用。 以前の EGI と比べドライバビリティの向上に貢献した。FJ エンジンは後にプラズマの相性も与えられ、トヨタのレイズシリーズに対抗することともなった。E はインジェクション付けであることを示す。DR30 型スカイライン並びに US110 型 US12 型前期モデルのシルビアガゼールに搭載。T はターボ付けを示す。DR30 型 スカイライン US12 型シルビアガゼール前期モデルに搭載。ただしインタークーラー付けは DR30 型後期モデルのみ。1983年から1986年に製造された当時の世界ラリー選手権グループ B 競技者で S110 型シルビアをベースとした 240RS の搭載エンジン。ミクニ製。 ソレックス44ファイキャブレターを2機装着した排気量 2340cc の本エンジンがレギュレーションに合わせて200数台分が生産された。一般の量産エンジン製造ラインと異なり熟練工が一つ一つで作業で組み上げており各パーツはその製造交差により数種類のグループに分類されていた。本エンジン以降の日産自動車製エンジンでは便器工が DOHC の場合エンジン形式に D の表記が付帯されるが、当時は日産社内で車両形式の見直しを行っている時期であり、エンジン形式の表記についても同様にこれ以降見直された。過去に FJ20E 型をボアアップして 2400cc 化するチューニングパーツが OS 技研から販売されていたが、すでに終了しているため入手は困難であったが、 現在では復刻版が新品で手に入るようになった。また1997年頃まで、日産モータースポーツインターナショナルより、FJ24 型オーバーホール用部品が供給、販売されていた。2009年時点では、f j 2 0 e 型 &ET 型ともに制御系の電子部品の老朽化や配線のカプラーなどの樹脂部品は経年による寿命を迎えており、 さらに機械部分の損耗も重なるため、オリジナルのまま日常的に使用するには、金銭的にも、時間的にも多大な努力が必要とされる。そのため一部の専門ショップより販売されている、コンバージョンキットを用いた、HP10 型プリメーラ RNN14 型バルサーの、駅のほか、アメリカ・オーストラリア、日本国内で市販されているフルコンへの換装も、選択肢となる。 ただし上述の異常がなければ、機械的な信頼性は現在市販されているエンジンに劣るものではない。ありがとうございます。